です。あゆえましこです。私たちノンハイドリンポップアイドル逆さまです。よろしくお願いします。はい、逆さまは本当は4人組で、あと1人猫とえねちゃんというメンバーがいるんですけれども、えねちゃんが、体調不良で今少しお休みをしてまして、本日は3人でのライブになります。3人でも精一杯ライブをやりますので、しっかりと応援よろしくお願いします。頑張ります。はい、では次に CD に入ってるまだ披露していない曲が2曲ありまして、どんな曲だっけ？それは、マヒレン、ドクターマヒレンが作詞をしたスイミングっていう、なんかディスコ？それディスコの曲です。はい、逆さまでディスコって初めてだよね。逆さま多分全部初めてだ。私たちね、そうだった。そうそう、あのさっきやったあの3曲目の終わりからっていう曲もドリームポップなんですけど、ジャンルがあの私たちローファイドリームポップアイドルって言ってる割にはあのそれが初めてっていう12月に初めてやったっていうね、はい、だから逆さまはジャンルレスというか、いろんなジャンルがね楽しめる素晴らしいアイドルだね。素晴らしい。聞きたいですか、スイミング？せーの、聞きたい。はい、じゃあやります。しょうがないな。聞いてください、スイミング。
ろう、この曲はどうでしたか？かっこいい、かっこいい。ダンスもさ、今までとさ、結構、ね、バキエロい、エロい場所だよね。やだエロましい。やめて失礼いたしました。この曲の歌詞、誰が書いたんだっけ？なんかすごい、いや、エロいって言ったらやり返されちゃったんだけど。はい、はい、私、ドクターマヒロンが、スイミングという曲の作詞をしました。はい、ね、恥ずかしいね。これがさ、まさかさ、シングルに入ると思わなかった。別に最初シングルに入りますよみたいに言われてなかったからさ、なんかタイミング的にこの曲なんか入ることになっちゃって激恥ず。いや、曲はいい曲だけど激恥ずかしいんだけどね。はい、なんかスイミングという曲、なんか歌詞はなんか割と言葉遊びというか、なんかダジャレっていうか、タイトルが睡眠、寝る方の睡眠とスイミングをかけているみたいな感じです。歌詞見たい人は CD 買ってください。お願いします。もう買った。はい、そう、今日がね、 CD 2月28日に発売で、再来週だよね、再来週の水曜日なんですけど、もう2週間近くも早く、今日が最速の発売日です。もう買ったっていう人もちらほら聞こえますが、来た人はね、全員帰るまでにゲットしてくれるととっても嬉しいです、ね、で、この CD は、4曲プラス1曲と言っていいのか分かんないけど、マシちゃんの朗読が入ってて、あ、はい、そうなんです。入ってまして、その動画じゃ、ミュージックじゃないビデオが昨日 YouTube にアップされたので、なんか見てください。寝る時とかに見たらいいと思います。わかんない。なんかちょっと恥ずかしいから寝て聞いて、寝ながら聞くのが一番おすすめ。一番おすすめ、あ、うん、じゃあ2番目は2番目は CD で。 CD で、あ、そうだね。はい、とにもかくにも CD をぜひよろしくお願いします。はい、そうだ、何に2人目来て大きな声で二人目をするので来てください。はい、お願いします。 CD のね、二人目はね、だっけ24が一番最初、新宿のタワーレコードさんで、うん、お昼からあるのと、27日に新宿アルタの HMV さんで、夜あります。はい、CD 買っちゃった方も来てください。でもそう、ミニライブは見るだけ無料なのでね、そうそう、来てください、うん、たくさん盛り上げてください。はい、お願いします。お願いします。はい、では次の曲に行きます。朝日のように爽やかに。
リンポップアイドル逆さまでした。ありがとうございました。もう一曲やりたいと思います。
人。すごいね。すごい。おーい。おーい。おーい。みんな見えてるよ。出た出た。2階席。アリーナ。女の子。ね、今日フリー、さっきも言った通り、今日、CD 発売記念のフリーライブでね、フリーライブって何人さ、来るか分かんないからめっちゃ怖いよね、いつも。なんか、で、なんか微妙な、なんだろう、パッと見多そうに見えるけど、後ろすっかすかみたいな状態だったら、今日どうしようって思ってたんだけどね、ちゃんと来る時も後ろに、あ、後ろにもちゃんといっぱい人がいるっていうのが見えて、すごい。嬉しいです。逆さまの CD 発売記念ライブにいっぱいたくさんの人が来てくれて嬉しい。ありがとうございます。どうしよう。あ、締めます。締めの一言どうしようか。締めの一言。むずありがとう。ありがとう。作詞家は何もやってないんですけど、あ、今日ね、みんなまだ1回しかスイミング見てないから、たくさんライブに来てスイミングを覚えてください。お願いします。はい、はい、じゃあこんな感じで、以上私たちロンハイドリンポップアイドル逆さまでした。ありがとうございました。